安城城市安城市のスカイライン。円形は、養老山地と伊吹山三河安城駅周辺のビル群と通過する東海道新幹線安城市は、愛知県の中部に位置する市。1906年に、壁海軍安城村と、周辺八村で調整を、施行。1952年に、愛知県で13番目に姿勢を施行した。毎年夏には、 安城七夕祭りが開催される。明治時代の明治用水の開通により、大規模な開墾が行われ、農業の先進的な取り組みが行われたことから、1920年代から1930年代にかけて、農業先進国のデンマークになぞらえて、日本デンマークと呼ばれた。現在は、名古屋市や豊田市の衛生都市であり、 自動車工業を中心とする機械工業が盛んである。地名は安城安政安城安城と変わったという。有りの袖日記によれば、1255年に朝サが、新蘭の肖像画を描き、三河国安城小空房が所蔵していた。これが安政三影と呼ばれることから、すでに鎌倉時代初頭には安政と呼ばれていたことがわかる。 地名の由来は定かになっていないが、一説には、京都の安城寺の荘園があったからと言われている。安城市中心部周辺の空中写真。1987年撮影の6枚を、合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。名古屋市の南東約3 0トルに位置し、 南北に1 4 7トル東西に1 0 0トルの地域を有する。岡崎平野の中央、矢作川の西岸に位置し、地域の大半を旧藤岡町から三河湾へと続く鉱石大地がなだらかな傾斜を描いて縦断している。一方、市南東部は矢作川や矢作古川によって形成された中石平野が広がっている。そのため、 市内の最高標点が27.7メートル、最低標点が0.5メートルと、高低差は極めて小さい。河川は、サルト線、高浜川、矢作川の水系からなる。市内には、一級河川が3、二級河川が9、巡洋河川が29河川ある。市の東には、西鹿ノ川が流れ、市南東部で鹿ノ川と合流する。また、 市の各所には、明治時代に開作された、明治用水の4本の幹線、支線が流れ、それぞれ刈谷市、地竜市、西尾市などの近隣都市まで続く。市南西部の壁南市との市境には、木水湖の油が縁があり、長田川や冷えた川、朝鮮川などが流れ込む。市街地は、安城駅を中心とする、市北部に形成されており、それ以外の地域には、 集落が点在している。交通は、国道1号や国道23号といった、幹線道路が東西を横断し、東海道新幹線や東海道本線、名鉄名古屋本線という県内の東西を結ぶ、鉄道路線も通る。土地利用では、2017年の統計によると、面積86.01平方キロメートルのうち、他が31.48平方キロメートルと、 自然体の約40%弱を占め、畑は6.00平方キロメートルで約7%になり、地域の半分弱が田畑に利用されていることになる。しかし、近年は、宅地の造成が進んでおり、田畑の減少に変わって、宅地の土地利用が増えている。宅地面積は23.21平方キロメートルで27%を超えている。本市は、 旧壁海軍の市で唯一、他の旧壁海軍の市すべてと境を接する。平野河川故障1987年から2016年までの30年間での1年の平均気温は摂氏16.1度で、最高気温は摂氏37.2度、最低気温は低、摂氏3.5度程度を記録し、県内の他市に比べて夏は暑く、冬は冷え込む。 内地性の気候である。また、年間平均降水量は1346ミ、mm、リメートルである。1922年以降に、市内で記録された最高気温は、摂氏40.0度、最低気温は低、摂氏10.5度で、1日あたりの最大降水量の記録は364.5ミ、mm、リメートルである。安城市の町名を参照。緑色で示したものが、 安城町及び安城市の人口また青色を加えたものが現在の地域の人口括弧内の数字は合併前の安城町市の人口参考地域の変遷双子古墳現在の地域に陸地ができたのは東部の中世平野が関心よ中西部の大地は更新よ最後に海面低下と大地の相対的な上昇が起きたことによる古代の地域南部は 現在の油が淵から桜井町付近まで深く、海が入り込んでいた。このことは、堀内貝塚や、東端貝塚の存在から確認することができる。また、矢作川は、矢作古川が本筋であり、今日の西吉とは陸続きになっていた。現在の地域で、初めて人の行動が確認できるのは、万期旧石器時代で、 市内15カ所の遺跡から30点の有絶、戦闘機が出土しているが、定住地というよりは狩猟の場となっていたと考えられている。晩期縄文時代の遺跡では、堀内貝塚や、東端貝塚が確認されている。弥生時代中期中央頃から、豊田市の河原遺跡や西尾市の岡島遺跡など、矢萩川流域に大規模な集落が見られるようになる。 市内で集中的に遺跡が確認されているのは、市域東部の中石平野で全長 2.5km、幅 0.75km のカノ川流域遺跡群と呼ばれる、弥生時代後期から古墳時代前期にかけての遺跡群がある。また、古墳時代には、市南東部に双子古墳や姫小川古墳などの大規模な古墳も建造され、 それらを含めた19基の古墳が 2.4km の範囲に集中する桜井古墳群がある。律令制が敷かれると、地域は三河国の壁海群となった。和名類受賞には、壁海群内には15、16の里があったと記述されているが、そのうち桜井里、小川郷、大岡郷が、現在も地名として残っているため市内と否定されている。 この他、数一人里なども市内と推定されている。また、別号廃寺、受領廃寺といった古代寺院の跡地も確認できる。安城城市11世紀には、寄神地形荘園の四季野荘や、壁階層が誕生した。四季野荘は、藤原市や平市などによって支配され、京の安城地域のほとんどと壁南市、高浜市域や岡崎市域の一部を領地としていた。 一方、壁階層は、豊田市南部から、岡崎市西部、南部にかけて支配下に置き、一部が、安城市域にかかっていたと見られている。13世紀後半の鎌倉時代には、浄土新宗が伝えられた。矢作川流域には、遠善の着師や弟子による、和田門徒と呼ばれる集団が形成され、各地に道場を創設した。戦国時代には、蓮如の布教により、 本願寺派に改修する寺院が急増し、神道を増やした。室町時代中期の1440年には、安城城が畠山一族の和田親平によって築城されたが、1471年に松平信光が攻め取り、三男、近田を置いた。近田と長鹿、信忠の安城を松平家三代にわたる経営により、加護南部、ぬかたの軍、壁海軍、 はず北部を支配権とする体制を確立した。安城松平家時代の家臣は、安城府大と呼ばれ、徳川最古山の家臣とされている。また、長地下の子は、福釜、桜井、藤井といった地域の村々を漁した。この頃、松平地方に侵入した玄界、大公日吉法院によって、三河万歳が創作、伝承されている。 1524年には清安は安城城から山中城そして岡崎城へ居城を移す。安城城は1540年に今川松平連合軍と小田氏との争奪戦が繰り広げられた結果、小田氏の手に落城し、小田氏の三河進出の前線根拠地となったが、1549年に再び今川松平によって奪取されている。 そして、小田氏と徳川氏の間で、清須同盟が結ばれた後の1562年に、廃城となったとされる。本省寺1563年には、三河における、浄土新宗参加寺の一つだった、本省寺が、三河一行一期の拠点となり、徳川家康と戦い、家康を苦しめた。江戸時代には、主に地域の東部は、岡崎半領西部に、 カリ半寮となった。残りは、旗本や御家人の地行地で、自社領も一部あった。しかし、江戸時代を通して、同じ領主に支配され続けた村は、ほとんどなく、領主の変動は激しかった。地域の村は、東部の中石平野に3分の2が集中し、大地上の村々は、集落間の距離が長かった。また、1575年に、 今川家の家臣によって、東海道と大浜街道の交点には、大浜茶屋が設けられた。壁海大地上には、ため池が多く作られ、各地で、神殿開発が進んだ。1605年には、矢作新川の改作が行われて油が縁が造成され、1666年に、伏見屋神田が開発された。17世紀後半から18世紀にかけては、 面作が発展した。18世紀後半になると、完成一期の影響で、地域西部の八村が一部を除き、刈谷藩から福島藩に領地替えされ、重原陣屋により支配された。18世紀末になると、東海道の陣馬の往来が盛んになり、池恋船宿や岡崎塾のスケゴを担当している村々の負担が厳しくなった。 続き渡る圧像19世紀には、泉村の豪農、続き渡る圧によって、安城が原に矢作川から用水路を引いて、土地を開墾する計画が立てられ幕府の許可を得て、測量まで着手されたが、村々、領主の反対や続きの病死により頓挫した。同時期には、香の川延長工事が竣工した。また、五か屋が、原の一部が検知されて、 石井神殿が開発された。1869年の藩籍奉還により、茂原藩や静岡藩が成立した。廃藩地県を経て1871年に、ぬかた県が成立し、地域の村々が初めて同じ支配下に入った。明治時代に入ると、石井神殿の岡本平松が、続き渡る圧の計画を、再び実現に向けて動き出した。一方で、 阿弥陀堂村の伊代田八郎が、現在の豊田市南部の低湿地の水害対策として、矢作川から絹浦へ至る排水計画を練っていた。それぞれの計画は、愛知県の誕生した後の1875年に一本化。1878年1月には、建設が着手され、4月に一部開通した。用水路は1881年に、明治用水と命名された。 明治用水は1885年までに2 8 0トルが改作され、それまで生産性の低かった壁海大地が大きく開墾されることとなった。また、1889年には、東海道本線の岡崎駅と刈谷駅の中間に位置した安城村内に安城駅が誘致され、駅前集落が形成された。安城駅は、 近隣の美濃和村や江ノ木前村などと道路で結ばれ、それまで結びつきの弱かった村とのつながりが生まれた。安城村長となる岡田菊次郎が誘致した結果、1901年には安城村に愛知県立農林学校が開校。1906年には安城村と周辺八村を合併して調整が施行され、壁海軍で人口最大の都市となった。 このことから、地流町から1910年に警察署、1914年に軍役所が移転し、軍の行政中心地としての機能を持つようになる。また、1923年に愛知電気鉄道が開通し、今村駅が開業。1926年には、壁海電気鉄道が開通した。1934年、 都市計画法が小都市にも適用されることとなり、安城町全域が適用範囲となった。安城町には農林学校の他にも多くの農業指導機関が移転、設置され、農業の多角化、共同化が実施されたことから、日本の農業先進地域として1920年代から1930年代にかけて日本デンマークと呼ばれた。また、 1910年頃より、製紙工場が次々と建てられたことから、製紙業が発展したが、製紙業の衰退とともに、工場も廃業していった。代わって1930年代に宝石業が流盛したが、1940年代に宝石工場は、軍需工場へと転換していった。1943年には、明治村に、 海軍の明治航空基地が設置された。また、矢作町から上里村にかけては、岡崎航空基地が設置された。太平洋戦争中の1944年には、東南海地震が、1945年には、三河地震が発生し、桜井町や明治村では、大きな被害を出した。また、戦争末期には、 岡崎と明治の航空基地の中間地点に安城が位置していたことから、たびたび銃撃や焼夷弾を落とされることはあったものの、被害はほとんどなく、大都市からの疎開児童数は安城町内で515人に達した。戦災を逃れて工場を移転する企業もあった。戦後は戦災被害のなかった安城町には工場が移転してきたが、軍事工場の閉鎖などにより、 不況が訪れた。そこで安城町は復興のために1951年に名古屋大学農学部倉敷貿石を誘致した。名古屋大学は1966年に名古屋市に移転している。1952年には人口が3万5千人に達し市政を施行した。その後昭和の大合併により1955年に明治村、 伊佐美村の一部を、1960年に、岡崎市の一部を、編入合併し、同年5月5日に支障を制定した。しかし、合併した村の赤字を引き継いだことや、合併した地域のインフラを、安城市と同等にまで引き上げようとした結果、1960年に、地方財政再建促進特別措置法の適用を、受け、財政再建団体となった。 安城市は4カ年計画を提出したが、同年に施行された工場誘致条例による工場増加などで市民税、固定資産税が大幅に増加し、1962年に計画より2年、早く財政再建を果たした。1967年には桜井町を合併し、現在の地域が確定している。工場誘致条例で、 多数の工場が誘致されたことにより、安城市は工業都市として発展していくこととなる。また、都市化の流れを受けて、農村人口が減少する一方で、都市人口が増加するようになった。農地も次々と潰され、市営住宅や市内企業の社宅などが建てられた。都市化は、国道1号や、名鉄名古屋本線、東海道本線が通る、 市北部で急速に進み、人口増加は、北高南低だった。人口は増加の一途をたどり、1972年に10万人を突破した。1969年の都市計画法の改正を受け、安城市でも安城駅周辺から今村、日本木に至る範囲を市街角域とし、根崎、東端を工業用市街角域とした。これを受けて、 市は1971年に安城駅前の駅前改造事業を行い駅前を整備。1988年には市西部に東海道新幹線の三河安城駅が開業した。市では安城駅前を中心市街地とし、三河安城駅を広域拠点、新安城駅や桜井駅周辺を地域拠点として、土地区画整理事業を進めるなどの開発を進めている。 安城市政の特徴は、農業関係者が大きく関与していることである。1952年の市政施行時、市議会議員に占める農業関係者の割合は77%で、当時の市の人口に占める割合の32%を大きく上回っていた。1970年代頃から減少するも、1999年でも43%が、 農業関係者だった。また、歴代市長も6人中4人が、愛知県立安城農林高等学校及びその、前身校の出身者で、残る2人も、岩月修司が農業補修学校、神谷が東京農業大学出身であり、歴史的に農政関係者が市長に就任している。税収は、 西三河地方の自動車産業を中心とした後継機を背景に市民税収入が増加して高水準を維持しており歳入に占める自主財源の比率が高く地方交付税の普通交付税不交付団体である。市債の残高は2001年度に653億6800万円ほどに達したもののそれをピークに減ってきており 2018年度には379億8970万円にまで減少し、交際費比率は0.3%になっている。2018年度の一般会計決算では、歳入733億9976万円に、対して、歳出660億1668万円を計上した。 2015年度に策定された2016年度から2023年度における第8次安城市総合計画では幸せつながる竹行都市安城を目指す都市像に据え豊かさとともに幸せを実感できる5つの要素 5K として以下の5つを挙げている2019年度当初予算案は以下の通り市、刈谷市、市、高浜市と 本市の五市で、木村東部広域行政権を構成し、協議会では、事業の連携についての計画が策定された。現在実施している事業は、以下の二つ。安城下議裁判所市内には、安城下議裁判所、安城区検察庁が設置されている。以前は、名古屋法務局安城出張所があったが、統廃合で、名古屋法務局刈谷市局に移転した。 地方裁判所、家庭裁判所は、名古屋地方裁判所岡崎支部、名古屋家庭裁判所岡崎支部の管轄になっている。安城警察署、安城厚生病院安城郵便局安城市、歴史博物館、アンフォーレマーメイドパレス1948年に、自治体警察の安城町警察が発足して、警察署には、国家地方警察愛知県本部壁階地区警察署が、 併設されたが、1954年の警察法改正で愛知県警察に吸収された。現在は市内全域土地流士が愛知県警安城警察署の管轄となっており、市内には交番が8件、駐在所2件ある。1959年に安城市消防本部が組織されて消防業務が行われてきたが、2003年に壁会護士により、 木村東部広域連合が発足。消防が50万人の人口を要する組織となった。広域連合の木村東部消防局によって運営されている。地域は東海地震、東南海地震による被害を受けるとされており、2002年に大規模地震対策特別措置法の地震防災対策強化地域、2003年に東南海、 南海地震防災対策推進地域に指定された。市としても、2004年の新潟県中越地震を契機に、東海北陸自動車道の全通を見据えて、日本海側の富山県都並市及び、石川県加賀市と災害時総合応援協定を結んだ。地水面では、都市化に伴う保水力の低下を補うために、調整地や、湧水池の整備がされている。安城市では、 j a 愛知厚生連が運営する安城厚生病院が市民病院として位置づけられている。市も積極的に財政支援を行い2002年に新築移転した。また市はさらなる医療の充実を図るため市北部に位置する八千台病院を第二市民病院と位置づけて財政支援を行い2005年に牧田第三工場跡地に新築移転した。 郵便番号は、旧桜井町域及び旧明治村域が、444ナノを除いて、446である。郵便の集配業務は、446地域は、安城郵便局、444地域は、桜井郵便局と、明治郵便局が受け負っている。北部、南部の各浄水場と、中部排水場によって、それぞれの地域に、水が送られる。 愛知県水道用水供給事業で供給された水と浄水場の敷地内の深い土で取水した水を給水している。浄水道の人口普及率は99.89%。市内を3つに区分けし、矢作川、境川、木浦東部の各処理区の流域下水道として処理される。それとは別に、福釜町や江木前町などの福釜東部地区では、 農業集落排水が行われている。また、各処理区によって、マンホールの蓋の異常が異なっている。現在の人口あたりの下水道普及率は78.5%で、整備面積は2320ヘクタールである。安城市のゴミ処理量は、人口の増加に伴い急増し、1997年に1日240トンの、 ゴミ処理能力を持つ環境クリーンセンターを開設して、以来、リサイクルプラザや主源化センター、また、市内各所にリサイクルステーションを設置するなどして 3R によるゴミ減量に取り組んできた。しかし、近い将来にゴミ処理量が限界を迎えることが予測され、市民1人当たり25%のゴミ減量を呼びかけている。2005年に開催された愛知万博では、 名古屋市を除く愛知県内の市町村が120の万博公式参加国をそれぞれフレンドシップ相手国として迎え入れる一市町村一国フレンドシップ事業が行われた。安城市はアメリカ合衆国、オーストラリア連邦、コートジボワール共和国、デンマーク王国を迎え入れている。中心市街地、トヨタ自動車の工場が集積する、豊田市に隣接することなど、 交通が自便なことなどから、自動車工業を中心とした第二次産業が、市の中心産業となっている。多くの大工場が集積し、宗教工業地帯を構成する都市の一つである。製造品出荷額等は、1986年から、県内の自治体で、上位5番以内に入っており、2019年は2兆4403億6100万円で、 県内4位だった。一方、安城の発展に大きく寄与した農業も盛んで、県下有数の農業地帯となっている。水筒の他にも、果樹や柿の生産、畜産などの多角的な農業が営まれている。しかし、農業人口や農地面積の減少が続いており、農業生産も減少傾向にある。 2018年の農業産出額は69億7000万円だった。明治用水開通以前、壁界大地は、安城が、原や五日谷が原、猿町が、原、長洗い原などと呼ばれる痩せ地で、大地を流れる川の谷間に水田が作られていた。大地上に、水田は2300ヘクタールあり、 このうち延べ488ヘクタールのため池を利用した水田の面積は約1200ヘクタールだった。主な農作物は木綿やさつまいもだったという。1879年に明治用水の開通した3年後の1883年に水田面積は4300ヘクタール、1907年には8100ヘクタールに拡大した。 安城町には農業関連機関が集中し、愛知県立農林学校、愛知県立農事試験場、愛知県立農業補修学校、満鉄資料研究所、愛知県立主計場などが置かれた。農業関連機関の集中は安城町の発展に大きく寄与した。また、農林学校校長兼農事試験場長の山崎円吉により農業の多角化。 共同化が提唱され、実施されたことから1920年から30年代にかけて、農業先進国のデンマークにあやかり、日本デンマークと呼ばれている。この背景には、明治以降に切り開いた土地だったために規制地主制が、それほど強くなく、自作農特に大経営の農家が多かったことが挙げられる。ただし、農業の多角化といっても米麦、素材、 養鶏の三角形栽培が最も多く、梨やスイカの栽培も多かった。農業の共同化は失敗したものの、協業経営は成功して、産業組合が設立され企業化されるに至ったものまであった。1923年、壁海軍購買販売組合連合会が設立され、米や鶏卵の共同販売に乗り出した。その他、安城町農会が、 文化活動に積極的に関与し、農村文化の向上のために啓蒙し、安城の発刊や安城農業図書館を設置した。また、丸壁により、壁海軍唯一の総合病院として、厚生病院が設立された。こうして、産業組合、農会、農民が一体となって、町を発展させていった。しかし、昭和教皇によって、大都市市場は縮小。 さらに、満州事変に橋を発する戦争の悪化で、不要不急の作物として、果実栽培や養鶏などの統制が始まり、多角形農業から、米作中心の普通作物に重点を置く農業へ転換された。丸壁は、解散、産業組合も統合されていった。戦後の高度経済成長期に入ると、農地の工場敷地、宅地化が進み、 専業農家が減少していった。1996年、安城市農協が合併し、愛知中央農業共同組合となった。2015年の統計では2028個の農家が存在し、うち専業農家が325個で7割以上が、兼業農家となっている。農業従事者は、減少が続いており、2015年の統計では従事者、数2 8 6人で、 2000年の7525人から大きく減らしている。また、高地面積も縮小傾向にあり、2019年で3650ヘクタールだった。2018年度の農業産出額は69億7000万円で、県下第11位である。江戸時代以前は、三河木綿を利用した、面紙業と聖河業が行われているのみだった。明治時代になると、 ガラボを利用した製麺が行われたが、明治用水の完成による、綿花栽培の減少によって衰退していった。その後、壁海軍が繭の生産地だったことから、1910年に愛山製紙が、1911年には安城、山丸製紙場が設立され、製紙業が発達した。1920年21年には、三州社 帝国製紙がそれぞれ工場を置き、製紙業は流星を極めることとなるが、大正末期には衰退していき、工場の閉鎖が相次いだ。中心産業を失った安城町は、昭和初期に一時的に景気が停滞するものの、1933年に、内外異面を、1934年に、辻宝石を誘致し、宝石業を中心産業に据えることに成功した。 また、1936年に森永食品、1939年に中央世紀、1941年に明治乳業など、食品、機械の工場も進出した。しかし、時局の悪化を受けて、内外面は大同成功に、筋宝石は愛知航空機となり、軍需工場への転換が進んだ。1945年には、 名古屋市の空襲撃破とともに、牧田電気製作所などが市内へ移転した。戦後の1950年には、倉敷籠石の誘致に成功し、再び籠石業を中心に発展していく。さらに、1960年に既存工場の設備増強と誘致を目的に、工場誘致条例が制定され、国道1号や東海道本線といった大道脈が通過する。 地理的条件も加わり、安城市には多数の工場が設立された。この頃から繊維工業に変わり、機械工業を中心に発展していくことになる。特に、1967年に日本電装安城製作所が進出してから、トヨタ系企業を中心とする自動車工業の集約が、顕著となった。2019年の工業製造品出荷額等は、 前年より1563億2480万円、多い2兆4403億6100万円であった。これは、愛知県内では、豊田市、名古屋市、岡崎市に次いで、第4位であり、全国でも、上位20位以内である。また、安城市単体より、工業製造品出荷額等が少ない都道府県は、全国で13県ある。また、 2019年の従業者数は5万811人であった。これは愛知県内では豊田市、名古屋市に次いで第3位であった。商業は明治時代に安城駅が設置されてから駅の南にできた商店街を中心として発展をしてきた。安城調整施行後に中心部と周辺町村を結ぶ放射道路が整備されたことや、 愛知電気鉄道や壁海電気鉄道の開通などにより、証券を拡大した。戦後は1954年から商店街で安城七夕祭りが開かれ、商店街には1968年に西川屋が、1973年に大英が進出した。1990年代頃から市内外に、郊外型の大型商業施設が、次々と開業した。 1996年にザモール安城、1997年にイトーヨーカ安城店、2006年にアピタヤス城南店が開業している。これにより、中心市街地の集客力は低下し、中心市街地の大型スーパーは次々と撤退。1998年にトポス安城店、2003年にユニー安城駅前店が閉店している。 2002年には、安城厚生病院が安城駅前から郊外に移転し、中心市街地の空洞化は、より深刻なものとなった。2017年には、安城市図書情報館を中心とするアンフォーレが、開業し、またマンションやホテルを中心とする、土地区画整理事業が進められていることもあり、飲食店を中心に、店舗数が増加し、空き店舗は、減少傾向にある。 2016年の統計では、年間商品販売額は6939億2300万円で、あり、卸売業が4767億5300万円、小売業が2171億7000万円であった。元ザモール安城店、ケーブルテレビは、刈谷市に本社を置く、キャッチネットワークの管内である。またコミュニティ FM においては、 キャッチ系列の FM キャッチの放送エリアとなっている。安城市はエコサイクルシティ構想を発表し、公共交通機関の充実とともに自転車の利用を促進している。鉄道は東海道新幹線や東海道本線、名鉄名古屋本線といった幹線が通っている。また、名鉄西尾線が市東部を南北に縦断しているが、一部単線で運行本数が少ない。 1899年、現在の東海道本線に安城駅が開業。1906年には、愛知電気鉄道岡崎線の今村駅が開業した。1926年には、壁海電気鉄道が今村米津間で開業した。1988年には、東海道新幹線の三河安城駅が開業し、東海道本線にも駅が開設された。 また、2008年には名鉄が輸送力増強のため名鉄西予線の桜井駅付近で高架伏線化を実施し、藤井町付近の工場群の通勤ラッシュによる道路渋滞の緩和のため南桜井駅が設けられた。名古屋市に直通している新幹線を除く路線は、東海道本線と名鉄名古屋本線の2本あり、両線の安城駅と新安城駅の各駅が、 市の中心駅となっている。名鉄は市北部、JR は市中部を通っており、両駅の間は離れている。現在、名鉄は名鉄名古屋新安城間が570円、金山新安城間は510円の運賃体系なのに対し、JR は名古屋、金山三河安城、安城間に特定区間運賃を採用し、運賃を 従来の590円から480円にしている。安城駅を中心として、名鉄バスの路線が整備されているが、2000年頃より、始まった名鉄バスの路線再編を受けて、現在は新安城駅と安城厚生病院を、南北に結ぶ安城線、東岡崎駅の東部方面へ向けた岡崎、安城線が運行されているのみで、決して便利とは言えない状況にある。 そのため、2000年より、名鉄バスが廃止を表明した、安城、高棚線を引き継いだ上に新たに、市街地を回る、市街地線を加える形で、新入へのコミュニティバス、アンクルバスの運行が開始された。その後、名鉄バス、安城線への補助を打ち切って、南部線を開設するなど、運行系統、本数は順次拡大され、現在は10路線が運行されている。 北部線以外の路線は、すべて安城厚生病院へ向かうため、交通弱者のための病院への足として、重要な役割を担っている。2009年からは、壁南市の、くるくるバスが、市内の江の木前町に、バス停を設置し、アンクルバスとの乗り継ぎを行っている。一方、現行の名鉄バス路線も、赤字から廃止が言及されており、市が、 補助金を出して支援を行っている。高速バスは2005年の中部国際空港開業に合わせて下乗り合いが南安城駅から空港連絡バスを運行していたが2016年4月1日廃止された。また2009年に新宿駅から東名高速道路を経由して名古屋駅を結ぶ新宿ライナー三河名古屋号が JR バス関東と JR 東海バスの共同運行により始まり、三河安城駅に停車している。高速バス配線市内を東西に貫く道路は、国道1号や、そのバイパス道路の国道23号といった、幹線道路がそれぞれ市の北、南を通っており、市の中心部は、愛知県道48号岡崎刈谷線が整備されている。一方で、市内の南北を結ぶ。 主要道路では慢性的な渋滞が発生し、特に朝夕の通勤、北倉市主事には大渋滞となる。そのため一部の道路では国道1号や名鉄名古屋本線との立体交差事業を進め、渋滞緩和に向けて道路環境整備が行われている。高速道路施設はないが、市内の里町を伊勢湾岸自動車道の一部が走っている。 国道県道自転車の利用自転車専用道路として、明治用水緑道が市内を通っている。明治用水の水路を地下に暗渠化し、その上部利用として自転車道として整備したもので、全長2 2トルのトヨタ安城自転車道など5つの道が設置されている。鉄道、道路はほとんど立体交差しているため分断されることが少なく、福音もゆったりしているため、 使いやすい緑道として、普段は、中高生の通学やジョギングなどにも利用されている。バイクは、通行不可の看板があり、自動車の危険から隔離された安全地帯となっている。また、安城市内外の人に、無料でレンタサイクルを行っている。安城駅南口、安城市役所、デンパーク、桜井公民館など9カ所に貸し出し拠点があり、どのサイクルポートでも、 返却可能。自転車は、ノーパンクタイヤを使用しており、カゴには、スポンサー企業広告が掲示されている。愛知県立安城農林高等学校、伝送工業学園戦前には、愛知県立農林学校をはじめとした多くの農業、指導機関が設置された。農林学校内に設置された、農業補修学校教員養成所は、 青年学校教員養成所などを経て1944年に愛知青年市範学校となった。戦後に青年市範学校は県内にあった他の市範学校2校と合併し愛知学芸大学安城文校となるが1952年に岡崎市の本部に統合、廃止された。一方で1951年に 名古屋大学農学部が安城町の積極的な誘致により統合計画のあった愛知学芸大学の敷地内に開設され東山キャンパスへ移転する1966年まで安城キャンパスとして使用された。また愛知学泉短期大学が1950年から1978年にかけて小包町に1978年から2007年にかけては 桜井町にそれぞれキャンパスを構えていた。小中学校数は、市政志向時には小学校4校、中学校2校だったが、その後の合併や人口増加により、現在は小学校21校、中学校8校まで増えている。また、ブラジル人の子供の学校として、エスコーラ・サンパウロ・安城校がある。年間約五十万人の利用者がある。観光施設としては、 堀内公園や安城産業文化公園、デンパークなどがある。安城七夕祭り毎年8月の第1金曜日、第1日に開催される安城七夕祭りは安城市で最大の観光資源となっており、開催期間の3日間で100万人を超す人が訪れる。2007年の愛知県の観光統計では、行事、祭事としては県全体で4位。 三河地方では最も多くの動員を記録している。仙台、平塚と並ぶ日本三大七夕祭りの一つとされている。北京藩、安城市の地元名物料理として知られる。手延べそうめんを生産する泉麺店安城市内の三河万歳は、東、別所町や西別所町で伝わる別所万歳と呼ばれるものが室町時代から伝えられてきた。 明治時代に入ると、江ノ木前町あたりで、終わり万歳の系統の万歳が起こった。戦後、別所万歳は万歳子が少なくなって、衰退していったのに対し、江ノ木前町では盛んになっていった。1967年には、三河万歳保存会が発足。しかし、衰退していた別所万歳が、由緒正式三河万歳であると発覚したことから、 保存会会員が、茨城県在住の別所万歳伝承者に指導を受け、二つの万歳が合わさったものが、現在の安城市の三河万歳の形となった。現在、別所系の新党三河万歳、終わり系の五天万歳、三曲万歳の三つの演目が主に演じられている。1995年、西尾市、高田町とともに三河一万歳が、 国の重要無形民族文化財に指定された。1964年、安城市桜井町下屋に伝わる棒の手が、愛知県指定無形民族文化財に指定された。桜井町下屋の棒の手は、永禄三年の桶狭間の戦いで総崩れになった、今川法の式札遊棒という侍が、桜井に泊まって、村人に棒の手を教えたことが発祥と伝えられており、 式部流と呼ばれる。式部流は26種の演目から成り立ち、すべて区伝による伝承が行われてきた。1956年に保存会が立ち上がり、現在は、下屋の小学生高学年が、下屋の八幡社や桜井神社の祭礼に向けて、指導を受けている。安城コロナワールド1950年に開催された愛知国体では、 ソフトボールの会場に、また1994年の我が社地国体では、バスケットボールとソフトボールの会場となった。愛知国体がきっかけで、安城市では、ソフトボール熱が高まり、倉敷防石安城工場ソフトボール部が、国体や全日本大会で優勝。また、安城学園高等学校も1958年の富山国体で優勝するなどした。現在は、 日本ソフトボールリーグ女子一部の試合が安城市総合運動公園内のソフトボール場でほぼ毎年開催されている。バスケットボールでは実業団のアイシンウィングスとアイシンアレイオンズが本拠を置いており安城市体育館やアイシン AW 本社敷地内の体育館でも試合が行われる。刈谷市を本拠地としているシーホース三河は2019年11月29日に 安城市内での新ホームアリーナ建設を発表した。2022年竣工予定で5000人以上を収容できる施設になる予定である。ありがとうございます。